柳沢といえば後ろから来たボールの扱いが天才的にうまい。1997年、柳沢率いる鹿島アントラーズ対柏レイソル、ハーフウェイラインから飛んできたロングパスに抜け出した柳沢、後ろから頭上を越えてきたボールを吸い付くようなトラップ、やや内側にコントロールしシュートコースを作るとアウトサイドで流し込んだ。飛び出し技術もさることながら、この神がかったボールコントロール、同年代に活躍していた天才的なボールタッチのフォワード、デニス・ベルカンプを彷彿とさせる才能だ。